クロッケです。チュです。ユッキー。はい、今日の動画はメンクロが厳選ZOZOで買えるおすすめニット紹介。ニットの季節ですよ。もうニット紹介やってくださいっていうコメントも来てたしね。お待たせいたしました。シンプルなものからディティールがすごいものまでいろいろ厳選してきたんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。じゃーん、こちらでーす。はい、まずトップバッターは公園映えミスター鈴木。オーバンアーガイル柄ニット、お値段6050円。サイズ展開が SML で M サイズを着用しています。カラー展開がブラック、ネイビー、ベージュ。肌触りがいいですね。肌触りすごいいいね。本当に、うん、柔らかくてあったかいですね。全体的にアーガイルじゃなくて、こう胴回りにバーンとあるオーバンなアーガイルなので、アウターを羽織った時にもまあすごいうるさい感じじゃなくて目立ってくれるいいデザインだなと思います。僕たち今3人とも M サイズ着てるんですけれども、はい、M サイズが170センチ前後にはぴったりなサイズなんじゃないかなと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。続いてはキャスパージョンのアイテムです。帽子サイズレースニット、お値段8800円。サイズ展開が SML でグリーンが S サイズで、ブラックとホワイトが M サイズを着用しています。カラー展開がグリーン、ブラック、ホワイト、レッドで、グリーン、ブラック、ホワイトを着用しています。あれ、違うニット着てるじゃんって思ったでしょ。後ろ見てやれ。そうなんです、僕が後ろ前反対的じゃないんですよね。じゃないですよ。そうじゃないですよ。そうじゃないですよ。間違えたわけじゃない。こういうニットなんですよね。そう、両方いける。両面で、両面でいけちゃうんですよ。つまり半額でございます。そうです。だから4400円です。俺はそう思ってないフィッシャーマンニットで着回し抜群なんですけど、こっち側で着ればデザイン性抜群の個性が出るニットになります。主張するニットをさ、インナーで着ても馴染むニットとかさ、いろいろ使い分けるのめんどくさいから、これ1枚でもどっちもできるっていうね。 S が67で M が69、着丈があるんですけれども、キャスパージョンのアイテムって割と身幅とかが大きくゆとりのあるアイテムが多いんで、肩幅とか華奢で着られたくないなって人とかは S サイズとかの方がいいかもしれません。まあ、俺今 S 着てて、俺は結構ね S でいいなと思ってカーディガン自体結構重みがあるから、うん、俺ら多分 S でいいんじゃないかなと思います。うんうん、うん、それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてはモノマートレディースのアイテムです。ジャガード柄クルーネックニットプルオーバー、お値段5500円。サイズ展開がフリー、カラー展開がグリーン、アイボリー、ブラウン、ネイビーで、グリーン、ブラウン、ネイビーを着用しています。モノマートレディースってさ、あのレディースって文字入ってんのにさ、本当にメンズでも着れるようなアイテムバンバン出してくるよね。うんうん、なんかこれ薄手だからさ、なんか1枚で着るっていうよりかはインナーで着るようなニットなのかなと思ったんだけど。そうね、アウター羽織ったりね。そうだね。モノマートレディース割とおじっぽいアイテム出すじゃん。レディースってついてるけどおじなんだよね。おじっぽいの出すんだけどそのおじさがすごい可愛いんだよね。うん、だから女の子がそういうちょっとおじ感のあるアイテム着るっていうのが可愛さポイントなんだよね、きっと。うん、まあ、それをメンズがどこまであの本物のおじにならないように着こなせるかっていうのが、まあ、楽しいけど難しいアイテムみたいな感じかな。バカよ、なんかおじちゃん好きだしね。そうやん、うん、おじいちゃん先生などに可愛がられるみたいな。さすがにモノマトレディースということもあって 61.5 っていうふうに、まあメンズのアイテムからしたらだいぶ短めの着丈になってるんですけれども、肩幅とか身幅とかは全然メンズが着れる感じなんで、うん、着丈も気にならないよね。ね、やっぱ身幅が大きかったりするから、数字よりかは着丈が短くはないですね。俺こういう薄手のやつタックインとかしちゃうからさ。あ、いいね。タックインとかいいね。薄手ならではだね。そう、薄めのニットはね、そういう着方もあるので、ぜひやってみてください。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてもモノマートのアイテムですね。ローゲージミックスニットビッグシルエットクルーネックプルオーバー、お値段4400円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がこちらでーす。どどん、ブラック系、ブラックブラウン系を着用しています。ローゲージの人ですね、今回は。2人がね、ローゲージの中になんかいろんな色が組み込まれてる感じになってて、俺のはね、3色の糸が使われてますね。白、黒、ブラウン、うん、こっちも3色、はい、ブラウン、マスタードみたいな色に、あとなんかグレー、ライトグレーみたいな。モノマートでわざわざ買うんだったら、俺とかしんやちゃんみたいなのを選んで買った方がいいのをゲットしたなっていう気分にはなると思う。
色自体は結構使われてるんだけど、落ち着いた配色なのでコーデの邪魔になることはないのかなと思います。リブが分厚いのかね。リブ分厚いね。そうめちゃめちゃ生地使ってるよね。すんごいなんかこうゆったりとしたアイテムだね。でさ今 L サイズ3人とも、着てるんですけれども、着丈が結構長いです。 L サイズで着丈が 67.5 って書いてあるんですけれども、絶対嘘です。これ誤表記ですんで。俺の感覚ね、78。ああだよね、そんくらいだよ、78。数字としては本当にそうなんだろうけど、身幅とか肩幅とかその他の、数字がこう作用して実際よりも着丈が長くなってしまうっていうねことがあるんで、ニットはね気をつけた方がいいよね。うん、まあ長いとだらしなくなっちゃうんでね、うん、俺らだったら、うん、まあ、これ全然 M サイズの方が身長には合ったサイズで着こなせるんじゃないかなと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてはエマクローズのアイテムです。オーバーサイズミラノリブタートルニットセーター。お値段4950円、サイズ展開が SML でグリーンとチャコールが L サイズで、グレイッシュブルーが M サイズを着用しています。カラー展開がこちらでーす。おーいいやつで、グリーンとチャコールとグレイッシュブルーを着用しています。こういうちょっとゆったりとしたサイズ感のタートルネックだったら、まあコートを脱いだ後でもスティーブ・ジョブズに並ぶに住むっていう。あー、なるほどね。そういうアイテムだと思います。1枚で着ても大丈夫ってやつ。ニットっぽくない生地感じゃない、割とスウェットとニットの間って感じ、うん、間ぐらいな感じ。タートルネックでこうモケモケだったりすると首周りがね、そうそうそう、チクチクしてるからね。こういう騎士感だったら、首元もチクチクしないんで、まあ、そこら辺は着やすいタートルネックなんじゃないかなと思います。まあ、僕が M サイズ着てて着丈が 71L サイズが着丈73なんですけれども、71、73あるようには感じない着丈感だと思います。数字以上に着丈の長さを感じないかなと、うん、自分がどう着たいかでサイズは選べるようなアイテムなんじゃないかなと思います。ゆったり着たいんだったら L サイズでもいいし、インナー使いとかが多い人は M サイズを選んだ方が使いやすいんじゃないかなと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いては純レッドのアイテムです。モールリンキングビッグニット、お値段6600円、サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。カラー展開がグリーン、ホワイト、チャコールグレー、ブルーで、グリーン、チャコールグレー、ブルーを着用しています。生地感がすごいね。これこのシリーズはね、去年も出てたんですけど、うん、出てましたね。なるほど。やっぱ肉厚なんだけどさ、毛羽立たないニットって俺最強だと思うんだよね、うん、まあ、これ結構生地自体に厚みもあるし、このサイズ感も大きめだから、まあ綺麗めな人も無難に着こなせるし、うん、カジュアルな人もすげえコーデ組みやすいニットだなと思いました。女性受けもよろしくて。あらま、はい、でも俺女の子気にしないけど、別に女がこれ嫌だっつっても俺これ着るわ。裏返しになってるかのような作りになってます。これもね、また差別化ポイントでございますね。背中にもね、裏返しになってるようなディティールがあります。まあ、これも脱いだ時もね、可愛いポイントの一つですね。今、L サイズ、3人とも着てて、着丈が72あるんですけれども、着方にもよるのかなと思っちゃいますね。俺は M だな。まあ、俺も M だなと思う。まあ、俺も多分 M でいいんだけど、うん、L でも全然いいって感じ。うん、そうだよね、うん。それでは続いてのアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いても純レッドのアイテムです。ハンドステッチビッグクルーニット、お値段7700円、サイズ展開が SML で M サイズを着用しています。カラー展開がブラック、ミント、ブルーで、ブラックとブルーを着用しています。ステッチね、はい、こういうステッチのデザインのね、うん、ものが増えてきましたね。メゾンスペシャルとかでも出てるじゃん、うん、まあそこだとステッチの色が割と派手だったりするんだけど、まあ、純レッドは主張しすぎないステッチなので、まあ、すごい使いやすいんじゃないかなと思います。ステッチ入門にうってつけです。そう、はい、ステッチもさ、全部にこう丸々入ってる感じじゃなくて、ところどころ入ってなかったり、うん、いいね、アシンメトリーなデザインがめちゃめちゃ可愛いなと思います。今 M サイズ、着てて着丈が68なんですけれども、うん、そこまで大きすぎない作りですよね、うん、だから全然着方によっては L サイズで着たいっていう人も全然着れると思います。ティアちゃんとか K だったら全然 M でいい、うん、M 俺とかだったら M でいいし、でも L でもいいって。そうそうそう、在庫次第とか、うん、もうそういう兼ね合いにもなってくるから。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてはレイジブルーのアイテムです。グラデーションニットクルーネック、お値段6930円、サイズ展開が ML で M サイズを着用しています。
カラー展開がブラウン系その他、ブラック系その他、ブルー系その他で、ブラウン系その他とブルー系その他を着用しています。激しく可愛いニットですね、これ。可愛いっすね。嬉しい。今年結構さ、グラデーションのニットって、うん、いろんなブランドから出てるんですけど、うん、レイジブルーさんってさ、あの生地がいいんですよね。これさっき飛んだ時にさ、ちょっと戻ってんの、ニットが。確かに弾力があって、ハギでもモヘアでもない、なんかこう、うん、毛玉になったみたいな感じで、うん、ケア楽だね。楽だね、これは。主役級のね、ニットですね、これは。まあ、M サイズで着丈が72あるんですね。結構ゆったりとしてる作りなんですけれども、着丈がね、結構シビアな問題になってくるかな、このアイテムはっていう思います。しえちゃんちょっと長いもんね。そう、ちょっと長いのよ、うん、俺で M でギリ、うん、そこだけ注意してほしいかなって思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてはアメリカンラグシーのアイテムです。フェアアイルジャガードニットプルオーバー、お値段 14,300 円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がブラウンとチャコール。まあ、ノルディック柄だと結構ブラウンのものが多いと思うんですけど、僕が着てるやつとかはグレーベースに青のノルディック、うん、あんま見ないね。見ないよね。あんまないよ、うん、かわいいなと思いました。ニットらしい素材感ではあるんですけど、まあ、僕は白 T をインナーに挟んでるんですけど、チクチクするとかはないですかね。若干あるな。あ、ほんと。若干首らへん。多分インナー着るのを想定した方がいいかもしれない。あ、そうだね。普通のインナーを着るというよりかは、クルーネックの普通の T シャツとかを挟んだ方がチクチクはしないのかなと、うん、重ね着しても熱くなるようなアイテムにはなってないっていうのが、やっぱそういうことなんじゃないかなって思います。ヴィンテージライクな感じですね。うん、めちゃめちゃ可愛いと思います、これ。L サイズで今、着丈70センチなんですけれども、うん、今のトレンドに沿って作られたようなこうオーバーサイズシルエットではないから、うん、だからトレンドに左右されずに、長く着れるアイテムだと思います。確かにね、腕とかもすごいボリュームスリーブって感じでもないし、うんうん。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、ダーン、こちらでーす。はい、本日のラストはディスコート。カラーブークレアウトリンキングビッグニット、お値段6600円。サイズ展開がフリー、カラー展開がブルー、ブラック、グレイッシュ、ベージュ。リンキングってさ、こういうことやんね。そう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 、裏裏返しになってたのような、うん、これかわいいね、素材感とか。かわいい、これね、かわいいのよ。かわいいね、まあ、結構カラフルな色が散りばめられてるよね。俺と K はカラフルな色が散りばめられてて、シア君はナチュラル系な色が散りばめられてる、うん、ベースの色自体は黒とかベージュとかブルーで、まあ結構ありがちな色なんだけど、うん、まあ、この散りばめられてることでね、他とは違う、差別化できる1枚になってるし、まあ、このリンキングもねあることで、まあ、1枚でも勝負できるし、まあ、アウター着てもちょっと主張してくれるニットなので、使いやすいんじゃないかなと思います。サイズはフリーで今着丈が70なんですけれども、70よりかは長く感じますね、やっぱり、うん、全体的にボリュームがあるので、うん、まあ、着丈もそれ以上に感じるかなという印象ですね。ちょっとレディースのアイテムっちゃアイテムなんだけど、別にメンズでも十分でかい、うん、女の子は多分これにハーフパンツ履いてロングブーツ合わせるみたいな感じの、ニットワンピみたいな感じで使うことが多いと思うから、ちょっとゆったり着てもらうのを楽しむという感じです。じゃーん、こちらでーす。はい、2人とも着ているのがウィゴーのアイテムです。じゃあまずしんやちゃんの方のアイテムからいきます。モヘアライク総柄ビッグプルオーバー、お値段4399円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がその他1からその他4まであって、こちらその他2を着用しています。ボーダーでモヘアですね。ボーダーモヘアですね、うん、ZOZO のページ見るとレディースもモデルやってるんで、ね、これ多分あのユニセックスでいけるアイテムなんですよね。だからめちゃめちゃシルエットが可愛いんですよ。ちょっとこうテロンとしてる感じのね、まあ1枚でも勝負できるし、コートのインナーとかダウンのインナーに着てても、まあしっかり主張してくれるかっこいいアイテムだよね。この価格帯だから薄いのかなとか思ったけど、全然そんなことないですね。確かにしっかりしてるね、うん、今 L サイズを着用してて、着丈が72センチっていう風に表記されてるんですけれども、実際の数字よりかは長く見えます。素材感自体も柔らかいから、ハンガーとかにかけてて、まあ、ちょっと伸びてくると思うし、ちっちゃめのサイズで最初買っても、うん、まあ、いいのかなと思いますね、うん、結構ゆったりとユッキーみたいなカジュアルスタイルにしたいなっていう人は、まあ、L サイズでゆったり着てあげてもいいし、普通に着たいっていう方は M サイズを考えてもいいかもしれません。はい、じゃあ続いてユッキーが着ている方も、ビゴーのアイテムです。 3D ビッグプルオーバー、お値段4399円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がネイビーとブラックで、ネイビーを着用しています。
もうヴィンテージ感のあるクセ強ニットでございます。リゴーの人に聞いたんだけど、うん、あの下北の店舗、うん、これ速乾だったらしい。へえ、さすがやっぱ下北っぽいもんね。うん、古着好きにはね、たまんないアイテムですよね、これ。古着の匂いがね、僕ダメなんで、まあ、そういう古着テイストなアイテムを新品で買えるウィゴーはもう最高。こういうのって本当古着でしかないからね。ウィゴーがこういうのを出してくれるの本当にありがたい。しかも安い価格帯でね。しっかり生地も厚いしね。そうそうそう。これにダッフルコートとか着たいですね。うわー、絶対似合う。渋い感じだ。意外と合わせやすいと思う。今 L サイズを着てて、着丈が74センチなんですけど、僕だったら L サイズでもいいかなとは思うんですけど、綺麗め系とか割とジャスト目で着たいなという人は M サイズを買った方がいいかなと思います。僕も M でもいいし L でもいいみたいな感じだと思いますね。はい、というわけで今日はメンクロが厳選ZOZOで買えるおすすめニット紹介でした。いかがだったでしょう。例によっておののがお気に入りのニットを着用しています。はい、僕はレイジブルーのグラデーションのニットにしました。まあ無地はね、僕は GU のローゲージニットを買おうかなと思ってるんで、1枚で勝負できるニットが欲しいというところでレジブルのグラデーションにしました。流行ってるものを取り入れたいなというところで、まあ、グラデーションニットでしたね。まあ、サイズ感もすごいゆったりしてて着心地も良かったんで選んだのはレジブルのグラデーションニットで、僕は、ジュンレッドの、モールリンキングの、ニットを選びました。生地感の柔らかさと毛羽立たなそうな質感といいますか、まあ、やっぱいいなと思って、なんかニットで毛羽立っていってしまうのを見るのが辛いんですよ。着るのをためらっちゃうタイプなんで、そういう恐れがなさそうで、なおかつ時間も厚くて柔らかい、そういうね、上品なアイテムをね、僕は求めていました。なのでこれにしました。マジで買うと思う。おお、ありがとうございます。ぜひいらしてください。はい、僕はキャスパージョンの4400円ニットですね。ちゃんとした値段言えよ。あれあれちゃんとした値段を言え。8800円ニットですね。さっきと違って前に来てみたんですけど、いいね、独特で。後からこういうディティールを入れるのってなんかめっちゃ大変みたいなことを聞いてて、うんうん、それをまさかの4400円で、だから8800円。ああ、そうか。それでも安いからね。うん、本当すげえなと思いましたよ。これ着てどこ行きたいの？横浜。今日紹介したアイテム全て概要欄の方にリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってあるので、ぜひフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャニットでいってらっしゃい。